BMW V12LM とは1998年ルマン24時間レース参戦用に BMW とウィリアムズが開発したプロトタイプレーシングカーである。マクラーレンは1995年に自社のスーパーカーのレース仕様、マクラーレン F1GT-R で BPR グローバル GT シリーズやルマン24時間レースに参戦した。 このマクラーレン F1GT-R に搭載されていたエンジンが BMW モータースポーツによって開発された BMW6.0LV12、紀藤 BMWS70、二型エンジンである。この年、マクラーレン F1GT-R はルーマンを制覇している。翌1996年には BMW 自身のワークスチームとして、ビガッチチチームがルーマンにエントリーしている。 しかしこの年ポルシェが投入した準レース仕様といえるポルシェ 911GT1 の前に苦戦し最高位が4位に止まった。1997年 BMW はエボリューションモデルマクラーレン f 1 g t r l m でワークスチームとしてシュニッツァーを FIAGT 選手権及びルマン24時間に参戦させるも セミプロトタイプとも言えるメルセデスベンツ CLK GT-R やポルシェ 911GT-1 の前には苦戦することとなる。1998年、BMW はそれまでのマクラーレンの GT マシンでなくオープントッププロトタイプマシンの LMP-1 を開発する。このマシンが BMW V12LM である。エンジンは マクラーレン F1 と同じ6.0リットル V12、気筒 BMWS70、新型である。シャシーは、後に、F1 において、パートナーシップを結ぶことになるウィリアムズによって、開発された。マシンのノーズに、BMW のアイデンティティとも言える、キドニーグリルをモチーフとしたエンブレムを配しているのが、エクステリア上の特徴となっている。 デビュー戦は1998年ルマン24時間。この年は BMW のほか、メルセデス、ポルシェ、トヨタ、日産と5つものファクトリーチームが揃う大激戦となった。BMW V12LM は6番手、12番手で予選をクリアした。決勝では原因不明のバイブレーションに苦しめられ2台揃って早々にリタイアする。 この V12LM をベースに翌年、BMW とウィリアムズは、エボリューションモデル V12LMR を開発し、ルマンを制覇することとなる。なお、V12LM は1999年シーズン、トーマス・ブシャーとチーム協に売却された。トーマス・ブシャーは、デビッド・プライス・レーシングとジョイントし、ルマン24時間とアメリカン・ルマンシリーズに参戦し、ルマンでは、 総合を5位に入賞している。スポーツカーレーシングワールドカップニューレブルクリンクでは4位に入賞している。チーム強もこの年のルマにエントリーしたがリタイアに終わっている。チーム強はこのほか10月に行われたルマン富士 1000km に参戦し、日産 R391、トヨタ TS020 に次ぐ3位に入賞している。ありがとうございます。